たぶんねエーライツの方に送ってくれればたぶんもらえるのかなわかんないまラスアイの方はラスアイの方はなんだっけメイクメイクメイク道具とか肌に触れるもの入浴剤とかはダメだけどみたいなうんあと1万円以内だった気がする水色れ厄介じゃん 久しぶりえ、メイク変わってな、え、変わったのかな変わったのかなあ、でもね、口のリップをね、変えた。初見 ×78 です。こんばんは。初見 ×78、こんばんは。え、日さんいるえ嘘え、日さんいんのあ、ほんとだほんとだ朝日さんいるえ、ほんとだ 本当だ。ねえ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 ねカナちゃん見て、ちゃんとメイクしてるんだよ、ちゃんと髪してるんだよ。偉くないまゆ。偉くない <laughs> え、アサしさんどこって。いや、そこにいるじゃん。ダイダラの下にいるよ。これカナちゃんだよね。カナちゃんだよ。ねえ、みんなアサしさんって。ねえ、ちょっとみんな前と話そうよ。ねえ、みんな。ねえ、みんな、前と話そうよ。ねえ。<laughs> みんな。ねな、ねえ、みんな。 言うただけだよ。前言ってくれたの。言ってくれたの。お久しぶり。福豆ありがとうねえねえ、みんなさ、ちょっとカニラとかさ、アサヒさんとかじゃなくて、前で話そうよねえ <laughs> リオ来てほしいのね。リオ来てほしいね。ねえ、ちょっと、あ、初見です。みずこ、 初見だったっけああ、ありがとう、まゆ、まゆって言ってくれた、今。ねすごいんだけど、今、朝日さん、朝日さん、朝日さん、リオ来ないかな朝日さん、朝日さん、あさ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 、あ、あさ、あさ、あ、あさ、あ、あさ、あ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 さ、あ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 、 なんかヤシャさんにラストアイコンね来てよ、ね、水色かい来てよ寂しいよね来てよ寂しいよ来てよ早く <laughs> もうヤシャいい仕事してるね <laughs> ツインテールしてよ今ツインテールしたらま前ヤいことになるよサザエさんじゃんでもね今ねゴムがないんだゴムがないのこれしか これしかないあな,ないゴムがゴムがない今いピンピンこれこれしかないあと伸びきったゴム <laughs> 汚い女とか思わないでねでも今日本当に部屋汚いもう今本当に史上最強部屋汚いいやメイク落としたいな <laughs> そう、飲み切ったゴムしかないんだって、ほんとに。ほら、ほら。<laughs> 初見で、だよね、嘘だよね、やっぱり。ねメイク落とした。<laughs> スクショタイムいいよ。いいよ。スクショタイムいや、今、でもう、スクショタイム。ごまじゃん久しぶりほら、これしかできない。<laughs> アシュじゃないよ。のぼかーのぼかーなぜ今わかんない。え、ちょっと待って。ねえ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 、最悪最悪最悪ねえ、最悪。ねえ。ねえ、ねえ、引っかかった。ピンに引っかかった。まあ、元気出す、元気だよ。せっかくメイクしてたのにもったいない。まあ、まあ、すねえ、スクショタイム、今だよ。ほら、ピンに引っかかっちゃった。<laughs> ああ ねえ、松、松本さんさ、前とちくわのさ、あのさ、間に入ってこないで。<laughs> <めん> <laughs> 今取れた、今取れた。松本、松本さんもさ、前のショールーム見てって言う。もう言って、ちくわ。うん。今取れた。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。ちょっとちょっと待っててね。ちょっと待っててね。 じゃ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 んじゃんじゃん。やろうかな、今日は。ちびまる子ちゃん。いや今から、私は。今の眉をね、目に焼き付けておいてください。私は今からね、もっと可愛くなっちゃいますから。もっと可愛くなっちゃいますからね。いえ、じゃんとかたんだんだん。眉のおでこはめっちゃ広い。イェーイ ってことで、みんな歌いましょう。まあ、ちまる子ちゃんの、あの歌が好きなんだよね。なんちゃらかんちゃら父さんが、牛乳屋さんに声かけて、激に挨拶したけれど、牛乳屋さん驚いて、転んじゃったよって歌好きなんだよね。今から前はね、 もっと可愛くなっちゃいますか。<laughs> ああ可愛くなっちゃうよ。可愛。可愛くなっちゃうよ。<laughs> うよ <laughs> ねえ化粧の上からパックなんて始めたんだけど。 可愛くなった、ほら。可愛くなっちゃった。えー、さっきの髪型好きだったの言ってやめるじゃん。やめたええー、ねーやだ。ごめんね。うん。化粧の上からやっちゃったんだけど。だから余計可愛くないほら。ほら、笑ってるよ。 ああみんな歌ってせーの何でもかんでもみんな踊りを踊っているよお鍋の中からぼわっとインチキおじさん登場いつだって忘れない、えーね、みんな見たいでしょだってええー、ねーじゃあ外すいない今外すねもう3分経ったしまあ。 あ、メイク落ちてないじゃん。メイク落ちてないじゃん。え、今、前の肌はね、今、テッカテカほら、テッカテカでもね、メイク落ちてない。パックしてもね、メイク落ちない。みんな、前が今、実験しました。や、すっごい、もう、テカってる、ほら。テッカテカ <laughs> テッカテカ <laughs> でもさ、すごいさ、なんか、もうほら、眉毛も落ちてないもん、ほら。 きれいきれい,きれい眉毛も可愛くなったテカリテカリヌス眉何それテカテカほんとにねえ外したから水色やっか行かないでよテカテカそう化粧の上からねあじゃあ前は今実験したっていうことで化粧の上からちみまる子ちゃんのパックをやると顔がテカテカになるって。 ウ <laughs> 太ありがとうすっぴんすっぴんかわいいありがとうありがとういやばいこれしかないんだってあとドクターセランプあられちゃん持ってる今日白くないいつもと同じ化粧なんだけどあでもでもちょっとシャドウ変えたのほらわかんないかわかんないかパック無駄遣いじゃあこれは後でね弟にでもあげてね弟につけていいよって言って <laughs> まあ 弟にあげるうん。弟まだ起きてるかな弟起きてるかなすっぴんみたいあられちゃん行こう。いや、だってちょっと無駄遣いしちゃったじゃん、時々。いや、ねえねえ。明日か明後日朝配信しようかな。朝ショールームするからそれでパックする。だって前朝パックする人だから。だってメイクする前にさ、肌を保湿したいじゃんだからそれで朝パックするんだけど、いつも。 まあ時間ない時は化粧水なんだけど化粧水なんだけど今すっごい悲惨なことになってんだけどあすごいすごいすごいそうだからさ朝配信久しぶりにやりたいなと思ってああちょっとファンデーションが取れちゃってるファンデーションうんファンデーションつけてないと思う弟は何歳だっけ 何歳だっけ弟忘れちゃった <laughs> わかんないお前自分の年齢もよくわかってないからさ本当に朝から高橋舞はきついなな,なんでよちゃんかなありがとうちゃんかなありがとう忘れたの何があ弟の年齢あやっぱ前髪ある方がしっくりくるわ前髪ある方がしっくりくるね 弟何歳だっけちょっと待ってえー、っとえー、っとあ十11歳だ11歳だ夜勤数頑張ってねお仕事頑張れゆうた頑張れ応援してるファイト頑張ってね頑張れお仕事頑張ってねお仕事の合間に見てくれてありがとう 夜勤って大変だよね。何当直だからもうよあ、青丸も仕事なのあ、もうじゃあもう届け。もう届いてみんなに本当にもう届いて届け。届け。ナイスの髪型。え、嬉しい、嬉しい。もう頑張ったんだよね、今日。超不器用な前,前なのにさ。頑張ったの、今日がん。リオの配信見てたらさ、頑張れた。 でもさーリオの配信さコメント流れるの早すぎてさ前のコメントさもうすぐ流れちゃう「わーってそろ,そろそろそぼうぜ何して舞は舞はもうちゃんとちゃんとミンチ君みたいに私はヤンキーじゃないんであの夜遊びとかはし,しません <laughs> だから今の時間はもうお家に帰ってないといけない時間なんでごめんなさい遊べません <laughs> ごめんなさい舞はまあ夜更かしはするけどちゃんと歩道時間前にはねちゃんとお家にいるんでもうこの時間はねもうお家で待機してないといけないんですよだからごめんなさいね <laughs> ねえねえね,ね,ね,ねえ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  舞予服しすぎ、しすぎだもんって。え、そういうこと言わないでよ待機 <laughs> とは。まあ、お家で、もう普通に、ゆっくりしてないといけないんですよ。この時間は。うん、今ゆっくりしてるでしょね <laughs> え、埼玉県みんなのまあ、ま、まあ、普通なのかなあ、舞はね、あ、ああいうのはあるよ。 お友達とお泊り会みたいなのあるよ。歩道経験ないわ。え、埼玉県民さ、ここに何人いるえ、埼玉県民だったの本当に、ヤドンって。門限はありません。門限はありません。私んじゃ多分緩い方だと思います。俺今日入試だったん、え、ええーいや、入試だったらさ、やっぱり、 あ、かすかべに遊びに行こうかなって。かすかべね、田舎だよ。え、ま、あや、かすかべにあんまりないし。遊ぶとしたらね、埼玉で。いや、でも、かすかべ、うん。埼玉で遊ぶとしたら、大宮か、越谷とか。もうあんまり行かないな。あと、家とか。埼玉、隣県民。え、へあ、松本じゃん。 あ、松本って言っちゃった。<laughs> 松本さんだ <laughs>。あー、まあ、埼玉。あれ紙を。そうだよ水井楽会が言ったから戻したんだよそうだよね。テカテカにがってる、シャマユ。そう、家で遊ぶことが多いかな友達と、普通に、お菓子食べながら、ツイッター見たりとか。 もうそんなこと、ああ、でもね、まゆはね、なんか、友達と組み体操とかしたりする。お家で <laughs>。お家で組み体操とかして遊んだりする。サボテンとか言って。<laughs> 宮原で皆さん、何それてるくーんこんばんはルーニー、ありがとうああ、埼玉通ったことあるのね。 <laughs> いや、もうそういう、そういう、組体操とかして遊ぶんだよ。えし、普通じゃない組体操、するの。大宮の隣。え、ちょっと、ちょっと当てる。あ、裏は、裏は、裏は。う裏は。あ、七里なの七里なの <laughs> 嘘の七里なんだ。ええー。あ、じゃあ七里とかだったら、

え、大宮東の体育館落ちたの <laughs> そう、地元奥だよ。地元奥だよ。落ちちゃったのね。え、でも体育、体育館か。前の同級生にも行った人いるわ。そうそうマジよそうそれそれ前言ってたもん。だって。普通に。川越、川越は行かないな。川越は行かない。 茨城。あ、茨城ね、でもね、宿題大はわかるよ。あとね、茨城のアウトレット。茨城のアウトレットはよく行ってた。普通に、空いてたら、お家から1時間くらいで行けるから。<laughs> いやいや水流厄介とあったもんね、渋谷で。渋谷でね、あったもんね。ね、運命なんだよ。イェー <laughs> ああ、赤羽根、赤羽根はね、通る。普通に電車で。たまーに。茨城じゃないの茨城なの茨城茨城え、何に <laughs> あ、へ。なの中浦和って何あ、でもね、浦和味そのはね、たまに行ったりし,してたな。浦和味その。ひらが、ひらがなは読めよ。<laughs> はい。<laughs> はい。 ねえ、水やっかい。前は気づいてたよ。前は気づいてたよ。そう、アミのアウトレット。ね言ってたわよく。茨城はさ、そこの辺しかわかんない。そうそう裏味その、そういいよいいよ、いいよ、いいよ <laughs> そう ねえさ最初とね,ねえライブしたいねだってライブといえば前も埼玉スーパーアリーナだったもんよく行ってたなライブ見にねえ埼玉スタジアムでしょだって前埼玉スタジアムでサッカー見に行ったことあるもんあるもんそう大宮西えっ、ー <laughs> 大宮西でもさもうあれだよ今潰れちゃってなんか中高一貫になるらしいよ鳥舵ありがとう鳥舵ありがとうそう前の友達にもね大宮西行きたいって言っちゃった子何人もいた何人もいたけどでもそう眉の一個上の大で年で大宮西 中高一回になるので、みたいになっちゃったから、スリーで俺が適当なところへティてコール塗ったやつ。何読めない。若星若星若星しなが、若星交流わ <laughs> かんないね。漢字が読めない。か、わ、まあ、ね、漢字が読めない。秩父行ったことない。 若干し交流って何 <laughs> え、何若干交流って若干、若干、あ若干って言うのね若干流行った。<laughs> ええ、あれ理想、現実、まぁ、あ、ユティってやつあれ、ミゼル役が入らせてくれたのえ、嬉しいんだけど、さすが埼玉。さすが、話が合うわ。話が合うわ、埼玉県民。 あねえ、まゆねやべえ、バカすぎてついていけ。ねえ、ごめんね <laughs> ねえ、ごめんねごめん。え、じゃあさ、大宮ら辺知ってるってことはさ、あ、まゆねあ、よくね、あの、大宮のさ、東口のさ、あの、あの、ンキがあるところあるじゃん。ドンキがあるところ。ドンキがあるところよく行ってた。 一人で浜寿司行ったことある、あそこの。<laughs> そう。大宮のさ、東口のさ、え東武動物公園庭なの前も行ったことあるよ、東武動物公園。普通にあそこのサイズとか一人で行ったりとかする、たまに。そう。あー、川口ね。川口はね、たまに行く。 たまーにねアリ,オアリオ川口でさ、リオがライブしたけど、ほんと行きたかった。え、普通にアリオ川口で映画見たことあるまあ、いい。ジュンさん、ありがとうジュンさん、ありがとうえぇそうなんだ、ダッチ。えぇステラタウン何、ステラタウンって。あーあー、でもね。 行け、行けるんだったら前も行きたいな。そう、川口ってところ行ったわって。<laughs> いや、覚えといてよ。覚えといてよ。星だけ投げ、え星だけ投げって、で、行けね。カッパさんありがとう。何埼玉、何それ埼玉安蔵って何何それ え、水ズル厄のこと覚えてるよ、ちゃんと。来週の火曜日だよ、おいで。え、なに、なに、さ、ねえ、誘ってんの誘ってんの、マユのこと。え、誘われたら行きたく、行きたくなるじゃん。行きたい、でも。合図。な、ありがとう、時間教えてくれて。ちくコありがとう。マ、ま、ユ、なにあしゅ、なになに ねえ、ほんとに。埼玉治安悪そうで、弱い。え悪いのかな悪いのかなあーでも、うーん。普通に、うーん、前の住んでるところは悪くないと思う。後で言うね。はい。あー、終わるー頑張ってね、お仕事頑張ってね。頑張ってね。 ねえそういえばさ亜種もさ頑張ってねあれ就職活動頑張ってねヤシャさんが前までマユティンに呼んで前ま,前までマユティンって呼んでたのに最近マユって呼び始めたから笑ってる <laughs> ねえちょっとさヤシャがさほんとにさマユの扱いひどすぎるんだけどねえ <laughs> <laughs> 先生は友達的な考えするくらいじゃねああ確かに確かに先生まあそんな感じだったねお言ってくれたありがとうえ何が何がねえ亜種の夢応援すしてるよマイはえニヤニヤって店長何何初見ですカオありがとうもうでも終わっちゃうんだもう構ってくれるだけよくない そうだね。確かに。ねミドルアッカー早く来てね。待ってるから。あと30秒。あーちょっともう、切れるまでやる切れるまでやる。もう、切れるから。ブチって切れるから、みんな。今日は。早すぎる。えー、もうなんかさ、明日明日ショールームできたらさ、ス配信しようかなって思ってるから。まあ、起きてる人は来てください。よろしくお願いします。 やるかわからないけど明日か明後日どっちかやる。